1954年の台風のデータ。速報解析では、年間で台風1号から台風23号までの23個の台風が発生したとされていたが、事後解析の結果、この年の台風2号と台風10号は台風の勢力に達していなかったとされて、台風のリストから除外されているため、本記事でも一覧に含めていない。そのため、この年の台風の発生数は23個ではなく21個である。台風の総数が21個と少なかった割に、日本に上陸した台風は5個と比較的多かった。中でも9月の台風15号は、岩内大火や洞爺丸事故を引き起こすなどして、北海道を中心に多数の犠牲者を出し、気象庁により洞爺丸台風と命名された。195401、195403、195404、195405、195406、195407、195408、195409、195411、195412、195413。鹿児島県枕崎市付近に上陸し、九州を縦断して大きな被害を出した。宮崎県の都井岬では9月7日に秒速 65.0 メートルの最大風速を観測し、歴代5位の記録となった。測器破損のため推定値 195,414、195,415、195,416、195,417、195,418、195,419、195,420、195,421、195,422、195,423。ありがとうございます。